こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。松戸記念競輪、3日目、準決勝の予想を行いたいと思います。まずは概要ですね。こちら、まず10レースがですね、地元千葉勢の2段掛け、近藤、海老根で、いきたいと思います。11レースも、千葉での両者、こちら指定、根田隆と中村博士。この両者を行きたいと思います。ただ、根田が、下手を打つようでしたら、岡山の黒田を穴として狙ってみたいと思います。そして12レース。こちらは、吉田武田が人気になるでしょうが、私が狙いたいのは、和歌山の石塚林太郎。北野武と裏表を中心に行きたいと思います。はい。では、それぞれ詳しく見ていきましょう。10レース、準決勝戦です。桑原、大志が SQS 班ですね。太田龍馬ですね。地元から近藤、山本近藤、海老根の3人が並んでるという夫人で、挑戦しますね。柴崎やら、大谷。はい、ご覧の通りですね、4分戦ですね。一番長いのが、さっきを申し上げた通り、千葉の3人。山本、近藤、海老根が並んで二段掛けを目論みます。力で言えば、やっぱり太田龍馬ですよね。太田桑原の両者が点数上位なんです。で、柴崎も一時の勢いはないとはいえ、まだ自力は怖いところ。そして杉森ですね、好位を取ってまくっていくというレースを見せれるかどうかということです。バック回数は太田が14回と、トップです。これはですね、やっぱ太田、近況、本当に積極的な競争をするようになりましたね。ちょっと小松島の決勝だけは残念だったんですが、それ以外は本当に、気持ちを入れ替えたようなレースをするというようなことで、トップです。次が6番車、山本新規、地元ですね、千葉です。格下ですが、太田や柴崎にどう挑むか。3番手の柴崎が8回。まあ、ホームもまあ似たような回数なので、仕掛けるタイミングとしてはそんなに、まあ、普通であれば変わらない。で、ここに、千葉は、近藤隆二が山本番手を回るので、二段掛け体制。ということは、一番積極的にかけるのはやっぱり山本なのではないかなと思います。スタート回数は朝倉の4回がトップですか。まあ、ちょっと4回というのは無視できない数字で、杉森も、まあ、好位取ってまくりを打つんで、前々に入れたいというのもあるかもしれないですね。柴崎、桑原が前を取って、で、中部か、西日本が前取りをする可能性が、の方が私はあるんじゃないかなと思っております。まあ、どちらにしても、結局は千葉が、3人が飛び出して、それを他のラインがまくれるかどうか。おそらく中段取るのは杉森だと思うんで、柴崎やら太田やらは、まあ、後ろで足を溜めて巻き返しに燃えるという。ただ、柴崎はちょっと仕掛け早くなるかもしれない。まあ、太田も、早く行くんじゃないかなということで、まあ、やっぱり山本に襲いかかる。そこを、近藤が番手から出るということで、まあ、気になる材料は近藤のバック数が0なんですよね。ということは、あんまり早く行けないんで、早めに、太田やら柴崎やらが叩いてくると、まあ、杉森の早めのまくりがあると、かぶさっちゃう危険性はあるんで、ちょっと、今、2車単見ると、近藤海老根の裏表が結構被ってるようなんですが、そこら辺は気をつけたいとは思います。まあ、それでも、やっぱり、山本が行くんで、近藤が番手まくって、海老根とのワンツー。まあ、海老根は刺さずに、近藤の押し切りを本命にしたいと思います。柴崎、太田、杉森。それからですね、柴崎が早めに行った時に、結構村田のキレがアップしてます。もう106点まで上がってきてるんで、村田をちょっと面白いと思いたいですね。ちょっと3連単つかない。今のところ20倍とか意外とついてないんですが、村田の3着は気をつけたいと思います。はい、続いて11レース準決勝戦です。こちらは、地元がですね、根田、中村を指定コンビが登場してまいります。そして、やっぱり中川誠一郎ですね。まあ、500がホームの人間なんで、やっぱり 3-3 となると、まあ、不安が出てくるんですが、それをどう巻き返すかどうか。その窓場がどこまで積極的に行くかっていうのも気をつけたいとこです。で、ナビがご覧の4分線で一番長いのが、ですね、難関の3人。特にですね、根田は後ろがですね、師匠の中村なんで、まあ、なんとかワンツー決めて、勝ち上がりたいですね。まあ、中村は、根田に早掛けさせるっていうような、タイプじゃない。これは小倉太田の指定コンビにも言えることなんですが、なんていうか前の好きなように走らせるようなタイプですね、中村宏は。むしろスピードに乗りたいっていうような感じはありますよね。ま、ここはですね、やっぱり縦のスピードだけで言えば中川誠一郎が抜けてるんですが、問題はですね、やっぱり中川誠一郎3-3の、3-3になると、やっぱり後方に置かれた時の巻き返しが結構厳しいなーっていうのは、最近の競争を見てても感じるんですよね。まあ当然、中川、それぞれのラインは8番手に置こうと考えますから、そうなると、果たして巻き返してこれるのかなという疑念はあります。バック回数は根田が13回でトップです。ホームも10回でトップ。まあ、そんなに私が見る限り、安定しているようには見えないんですが、ただ、決まり手を見ると、先行の方がまくるより、多いんで、まあ、早掛けできるのは根田なのかなと。まして、今回ラインが3人なので、逃げない理由がないような感じはあります。まあ、もし、その隙を突くとしたら、まあ、黒田にせよ、窓場にせよ、まあ、バック7回なんで、規制を制して叩いていくかですよね。で、黒田は、ホーム数が3回なんで、まあ、3-3ってことを加味しても、かまし、早めのまくりかな。なので、積極的に行くとしたら、窓場の方が行くと。で、窓場がこう、もし、根田を強引に叩くとすれば、根田がすっぽりと3番手にはまってしまうんじゃないかなと思います。もしくは、根田がもし、根田横は全然ダメなんで、さばけないとなると、窓場、松岡に黒田、浜田が乗っていく展開もあるのかな。その場合、根田が5番手なんで、その時にちょっと波乱が起きるというのが、考えた予想です。一応やっぱり本戦千葉両者ですね。これでもう大本戦だと思います。中が行くんだったら千葉両者ですよね。やっぱりここ、もし、400と400、直線の短い佐世保なんかは別として、直線がほどほどあれば、もう中川が届いちゃうと思うんですが、ここは33バンクで直線も短い。後方に置かれると巻き返しが効かない。というわけなんで、窓場とタイミング、値段がタイミングあって叩き合いになるようなこともあんまり考えにくいんで、まあ、中川はちょっと苦しいと思って、千葉の両者を行きたいと思います。3番手すっぽりはまるなり、すんなり先行するなり、すればもう根田、中村の指定コンビで決まりだと思います。ただ、窓場、松岡でこう叩いていったときに黒田がついて、根田がこう下がっちゃうとなると、私の狙いは黒田です。3番、もちろん松岡も番手から出ていく用意はするでしょうけど、その後ろから黒田がさらに、強襲してくるんじゃないかなと思います。一応点数多いですが、この辺ですね。窓場まで上げてんのか。まあ、仮に根田が逃げて黒田がまくるのはしんどいから、6番はまあ、一応抑えてるんですけど、ちょっと待ってよ。100点だからな。やっぱり厳しいな。6はないと見て考えてください。まあ、6が来たら高配当なんですが、基本的に、黒田4番から5321で、いきたいと思います。はい、最終12レース準決勝戦です。SQS 班武田豊樹が出走してまいります。そして、ここは地元が伊勢崎か。だけですね。なので、やっぱり、武田に、その前を回る吉田の両者が人気を集めるのは確実だと思います。そうですね。やっぱり武田が3連単のシリーズでも1番ということで、これはですね、4分戦ですね。3者が、中部、近畿、石塚、北野、朝日が、3人が並ぶ中部、近畿が唯一3者で、他が2者となります。バック回数、ホーム回数とも石塚がトップですが、吉田も11回と、ホームが13回と、積極的な競争は目立ちます。吉田はまして、後ろ、武田は背負ってるんで、やっぱり早く行っちゃう可能性はあるんじゃないかなという気はしますね。最近も積極的な競争は目立ってるんで、まあ、叩き合いまであるのかもしれないです。それでもですね、まあ、そうなるとやっぱり、武田が来るんでしょうけど、ですね。ちょっと、まあ、後で触れますが、違った目を狙ってみたいと思います。で、バック回数3番手がもう佐藤なんで、まあ、成田を連れてるとはいえ、まくりばっかりですからね。さすがに佐藤が叩いて先行というのは、いくら単走路でもない。小原は多分足を溜めて、もうまくりか、まくり追い込みでしょうからね。まあ、この石塚なり吉田なり行ったところを、その後ろ、小原は取りたいなと思っていると思います。展開的にはそうですね、成田が3回かホームが、他が2回以下なんで、スタートが結構牽制入ると思うんですが、まあ、地元ラインが行く可能性もあるんですが、なんとなく吉田や武田が取っちゃう可能性の方があるんじゃないかなと思います。どちらにしても叩いていって、と石塚が先行体制に入って、で、小原が追走してっていう流れで、吉田を後方に置きたい。ただ、吉田も、もう前々に行く気満々なので、そうそう、11レースの中川のようには、単純に後方で足を溜めてじゃないんじゃないかなと思います。ただ、それでもですね、私は石塚を狙ってみたいと思います。やはり、この33単走路というのは、競技を力を入れてる石塚だったら、向いてるんじゃないかなと思います。で、すんなり叩いていけば、結構、小原でも、もちろん佐藤でも、ひょっとしたら吉田でも、叩けない、まくれないんじゃないかなと。で、北野も結構いい仕事をしますからね。この、両者を中心に行ってみたいなと思います。まあもちろん、小原とか吉田の2着というのも、ちょっとだけ警戒していいと思います。基本私は、筋で北野の裏表。やっぱり、石塚が、スピードがある。今場所ですね、石塚が初日の優秀こそ8着なんですが、特選か。二次予選は1着。常に、先手を取る積極的な競争を心がけてますからね。それがこのバンクだと、穴を開ける要素になるんじゃないかなと思います。3連単の3着狙いは、吉田、小原、それから筋の朝日、武田豊樹ですね。としたいと思いますが、まあ、基本はどちらかといえば2車単。2車単でもさっき50倍ぐらい43でついてましたからね。2車単の折り返しを狙って、あと、まあ、41とか45を狙ってみたいと思います。あと49かな。どちらにしても、ここは石塚が、このバンクの、形状の利を生かして穴を開けてくれるというふうな予想をしたいと思います。はい、以上、準決勝の予想をお送りいたしました。20分近くになりましたが、ご覧いただきましてありがとうございます。お気に入りましたらチャンネル登録、高評価、コメントなど寄せていただければ嬉しいです。また、この動画の SNS への拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この画面、最後の20秒で、関連動画プレイリスト、表示されます。お時間がありましたら、そちらの動画プレイリストを見ていただければ嬉しいです。はい。準決勝、どのような結果になるんでしょうか。夏の熱いバトル、楽しみにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。